今回はまたまたユニバの購入品動画なんですけど、実は去年こちらの動画でちらっとだけお伝えしていたんですけども、このめちゃくちゃ可愛いユニバにあるスヌーピーのガチャガチャを購入したんですけど、その動画を出してなかったので今更にはなるんですが、今年も発売されておりましたので、こちらの購入品紹介していきたいと思います。こちらコレクタブルカプセルフィギュア700円となっておりまして、そのねフィギュアが全部可愛すぎたんですよ。こんな感じでたくさんカプセルが置いてあるのもめちゃくちゃ可愛くて、どれにしようかたくさん悩んだ結果、私は2つ購入してきました。この穴から若干見えるかなと思ったんですけど、なんとなくの色味はわかるんですけど、絶対これっていうのはわからないので、ちょっと見ていきたいと思います。友達が可愛いスヌーピーを発見してみましたということで開封していきたいと思います。先日ですね、私のスヌアイの中の人のチャンネルで出したボールゲームの景品缶バッジもこちらに置いておきます。反対向きでしたねこちらの缶バッジもめちゃくちゃ可愛い。こちらは飾っておきたいと思います。それからこちらですね、2つ購入してきたので開けていきますよ。なんかこのカプセル自体も白い丸いのがめちゃくちゃ可愛いし、そこにラベルが貼ってある感じですね。コレクタブルカプセルフィギュアユニバーサルスタジオジャパン2020って書いてあるので、2年前からあるんですかね。去年は700円だったんですけど、今年はもしかしたら値段変わってるかもしれないんですけど、販売はしているので、ぜひ皆さんも行ったらチェックしてみてください。こちら点線があるので、そこからピリピリしていきたいと思います。このカプセル自体も可愛いので、ちょっとピリピリで剥がすのもったいない気もしますよね何かに使えないかちょっと考えたいなと思っております。ようやく剥がせました。こんな感じ、可愛いね。このラベルでもね、ラベルも丸いのでどうやって使うかなかなか難しいですね。白玉みたいなガチャガチャが出てきました。開けていきましょう。じゃじゃん。さて何が当たったのでしょうか。の前にまずこれね、入っていました。何が種類あるかっていうのがこちらに書かれているみたいです。このミミピョンスンさんも可愛いですね。ラインナップはこんな感じ。今回のスヌさんシリーズどれも本当に可愛いんですけど、私の中の推しがありましてですね、まあ、ほんとこのミミピョンちょっと曲がってるよスヌさんも可愛いんですけど、あとそれから今回ねチャーリーの服の模様の帽子だったり服が鼻に引っかかってるデザインがあって、それが結構私的にツボでめっちゃ可愛いなと思って、帽子だったり鼻に服が引っかかってるのが可愛いなと思っております。それとやっぱなんといっても一番右のやつ豪華じゃないですか。チャーリーとスヌさんが映っていて耳カチューシャ。さて何が当たったのかと言いますと、じゃじゃん、おお、チャーリーの服が引っかかったバージョンいただきました。可愛い。チャーリーブラウンの服の模様って結構可愛いですよね。私大好きなんですけど、右から2つ目のこちらのデザインが当たりました。これね、英語のタグみたいなコメントがついてて、日本語訳がこの紙に載っていたんですけど、こちらは準備は整っているよというスヌさんのメッセージでした。ではね、次2つ目も開封していきたいと思います。皆さんの中でね、お気に入りのこのポーズとかデザインが好きっていうのがあれば、ぜひよかったらコメント欄で教えてください。さてこちらは何が当たったのかと言いますと、オープン、うまいこと紙に隠れております。じゃじゃん、おお、私的に一番推しだったこのデザインが当たりました。これめっちゃいいんですよね。だってチャーリーブラウンもスヌーピーもちゃんといて、しかもねチャーリーブラウンが右手に持ってるユニバーサルスタジオジャパンのカチューシャ、それもすごいなんかユニバ感があっていいなと思いました。これはめっちゃいい。なんかやっぱサイズ感的にも
チャーリーとスヌーピーのやつの方がでかいなっていう感じです。ちなみに最初当たった方は準備は整ってるようだったんですけど、2個目に当たった方は行かないで、お願いだから置いてけぼりにしないでという文章でした。かわいすぎる。これ結構作りもしっかりしてて本当にかわいい。なんかもうデザインの発想がちょっと今まで見たことないような感じでめちゃくちゃかわいいなと思いました。この子ね、座りそうだけど自立はしない感じでした。残念。こっちのね、2番目に当たった方はやっぱりバランスが取れているのか立ちました。素晴らしいバランス感覚。こちらは背もたれがあればギリギリ立つよという感じみたいです。どちらも本当に可愛い。これ今回のガチャは本当何が当たっても当たりだなっていう感じだったので、ユニバに行ったらぜひやってみてほしいです。中でもやっぱ当たってみて思ったのは、一番の推しはこの子ですね。このカチューシャが可愛いし、チャーリーブラウンもスヌーピーも本当可愛い。スヌーピー意外とね、結構穏やかな顔でしがみついてますよね。チャーリーブラウンは行くぞ帰るぞっていう感じのお顔になっております。本当に可愛い。これはね、お得感がすごい。私の中で全部当たりだけど、より当たりっていうのがこちらかなと思いました。他にもね、あのポップコーンの耳が立ってるやつは、これは僕のご飯ダンスだったりとか、どこかいいところへ行くときにはちゃんと足を磨かなくちゃねと、あとはパーティーの花束になるコツってもんがあるのさと、ミスタームキムキという感じでした。ぜひチェックしてみてください。今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったなと思ってくださった方は、チャンネル登録、グッドボタン、コメントお待ちしております。中でも私の欲しかった2つが当たったので大満足でございます。私もゆうちゃんの真似をしてプーが降ってくるのを使ったのですが、気づきましたでしょうか。じゃあね、バーイ。